おかずが釣れた。おかずが。やっぱりやる人は違うと違うね。ホラちゃん。下手くそなだけだよね。頑張って。我が家のおかず。寝起きなんですけど。やべえ、いいのが釣れた。何？頑張れ。ケイが寝てる場合じゃないよ、お前見ろよ、お前 iPhone 出してくれ。お母さんの勇姿を見ろ、お前すげえの釣ってんぞ。ママがヤバいの釣ってる。まだまだ。ケイが見ろ、このママがすげえの釣ってんぞ、今。ケンジ、ケンジ、ちょっとあげといて。ねえ、一回ママサポートしよう。髪ボサボサじゃない？ママそこどうでもいいでしょ。ママそこ大事なとこですから。大事。はい、じゃああげてください。星さんやばいっす、これ。やばいっす。やばい。髪ボサボサじゃない？俺が思うには、旗のいいやつだと思います。うん、もしくはいや、うっかりじゃないですよね。重さがちょっと、ま、巻いてる、巻けてる、巻けてる、ギリギリ巻けてる。だってかろうじてしか上がってこないですもん。根は切りましたよ。もし上がってくることがあればタモ入れお願いしたいです。あと10、透明が入ったら教えて。いいのいいのいいの、それでいいの。頑張れ。そんなもんだ、でかいんだもん、魚。髪はこれでちっちゃい、いや、大丈夫です。大丈夫です。ケンジ、ケンジ、はい、そこで星さんにほら網すくわせてもらう。やーべえ。ドナツ、頑張れ。やーべー、いいのかけた。入った。透明が来た。まだ、まだです。オレンジ 10m が長い。いや、魚がでかいんだもん、だって負けないんですもん、だって。いや、いい、ま、何度か取れてるんで。ズルズルなんで、ドラッグがズルズルなの、うん、頑張れ、ひたすら負け。頑張って、全然負けないから。竿動かすな。いいのいいのいいの、たまに負けてんから。そうなんですか。師匠の師匠、師匠いらっしゃいますか。師匠はもうなんかどうでもよくなってる。人の魚興味なしみたいな。上がってから言えみたいな。すごいですね。ひょっとしたらこのスクランブルエッグの快挙が。スクランブルエッグ快挙ですよ、これ。それが直のサメ食い、サメの直食いとか。でもサメじゃない。焦りました。いや、あのドンと突っ込んでたんで。ちょっと緑になったから、あともうちょっと。あ、師匠こんにちは。うっかりっていう魚がいる。うっかりの重さでもなかったんだけどな。うっかりかな、巨大な。叩かないですもんね、全く。叩かないですね。叩かったらもうちょっと。巨大うっかりかな。すごい、動かないの。あのケイゴさん見えます？いや、負けてる、頑張ってるよ。ちょっと待って、ストップ。よし、待って。いいよ。頑張れ、負け。あと15メーターぐらい。よし、頑張れ。透明入ったら教えて。はい。コーナーツ、コーナーツ、コーナーツ。まだ透明来ない。来ないです。これ今のところは全然。これ負けてます。たまに負けてんでしょ。だってこのペースでいいんですよね。そう、いいのいいの、もういい。何も私できること。
6-4 ぐらい。あ、やっと照明になった。よし、頑張れ。そのまま竿を取って、さあ、魚が出てきたね。なんか見えましたよ。おい、竿上げろ、立てろ立てろ、竿立てろ立てろ、竿立てて、ストップ。立ててて、はい、竿立てろ、よし、竿立てろ。どうも、エイだ、エイだ。待っていいですか？待って、待っていい、俺が取る。竿持って、竿持って、竿持って。これか、よく上げたな。え、エイ？しかもよく、いや、かわいそう。すげえ、すげえの釣ったー。でけー、でけー、でけー。